ちょっと外れてるかもしれないんですけど、普通にいいクランチが出るっていうのがあって、メインの歪みとして使えるぐらい守備範囲がすごい広いペダルだと思います。この今のディストーションでいうとつまみはどのくらいの設定なんですか？ディストーションのつまみは9時ぐらいですね。まあ、ちょっと緩めですかね。はい、中には9時ぐらいにすると腰がちょっと抜けるというか、力強さがなくなるようなものも多数あるんですけども、少しの歪みでもしっかりと本来のギターの、レンジとか力強さを持ちながら歪んでくれるというようなペダルになってます。で、続きまして、このモデルですね、右、一番右下の、つまみなんですけど、オクターブ、アッパーオクターブをブレンドできます。で、今までは、前のモデルはですね、しゃがんでブレンドしないといけなかったんですけども、このモデルからエクスプレッションペダルをつないで、足元でブレンドをコントロールできます。はい、それでは、じゃあさっきよりももっと歪ませた状態でやってみます。という感じで、オクターブアップのファズっていうのはよくあるんですけども、ディストーションってなかなかなくて、しかもそれを足元で簡単にブレンドできるというところで、はい、曲の中でも少し、なんていうんですかね、ちょっと下品な音というか、はい、したい時にグッと踏み込んであげると、また違ったキャラクターの音を出せるというのが、このオクターブアップになります。で、あとはですね、ブースターを搭載しまして、これは単体でも使用可能です。目立ちたい時にも踏み込めるという感じしました。はい、で、さらにですね、このライフペダルはクリッピングのオプションがついてまして、3つのクリッピングを選択してですね、好みの歪みだったり、あとは使用している機材によって、セッティングを変えれるというところです。じゃあ、クリッピングも、対象の LED と非対称の LED とシリコン、間違えました、すみません。対称のシリコンと非対称の LED シリコンと、オペアンプに直でいく、ノークリッピングというのがあります。で、審査のお気に入りは、僕は、このつまみでいうと真ん中の、これが非対称になるんですかね、これは。そうですね、はい。このモードが、一番よく使うモードですね。どちらかというと、チューブアンプ、ちょっとコンプレッションがかかった感じになるんですかね。はい、で、分かりやすいところで、この、非対称と、はい、オペアンプ直の、はいはい、ノークリッピングとサウンドの違いをお聞きください。これが、さっきまでずっと使ってた。
その、一番これの元になった、回路のオリジナルに近いモードで、そうですね、あの回路自体は、黒い四角い、ディストーション名機、ネズミって書いた、ディストーションがベースになっておりまして、LM308 ですかねの、オペアンプに直に行くようになってますので、はい、ちょっと、他のモードに比べると、レベルが少しだけ下がるんですけど、それはもう普通にアウトプットでこっちで上げてあげれば大丈夫かと。何もクリッピングない状態なので、素直にもうガツンとオープンな歪みになってますね。